はい、こんにちは、みーです。はい、今日はね、先日ツイッターで募集した手掌多汗症でない人に、手掌多汗症の人はどういうことを伝えたいですかということをね、募集しました。はい、その回答をね、発表していきたいと思います。はい、はい、まずね、私がね、そういったことを発信する経緯なんですけど、手掌多汗症の人は必ず一度はね、この手汗がね、を書くことで生きづらさを感じていると思うんですね。なので、日常で過ごしやすい環境、それはまず知っていただくことなんですよね。なので、それを知っていただこうと思って動画にしました。はい、今日も絶賛手汗書いております。もうね、話しているだけで鼻の下とか汗かくんですけど、首の後ろもかくので、ちょっと避けていこうと思います。はい、ではまず握手やハイタッチは求めないで、順次に使い回すようなものは苦手です。その場で色紙とかラケットとか、はい、そうですね、まあ、これ以前も動画にしたんですけども、手汗かいてる人にとって使い回しっていうか渡したり、今はねちょっとコロナの時代で直接渡したりすることはあんまりないんですけども、学校とかで、そういう体育とかで、もうバスケのボール振ってボールパスするしたりするだけでも、もうね、手汗びっしょりなんで、もう手形がつくんですよね、私が持ったら。で、それをパスするの申し訳ないって思うので、手汗かく人にとっては、物を人に貸したりとか渡したりすることは嫌だと感じることがあります。嫌だと感じます。いや、もう今でもびしょびしょよ、もうやばい。携帯持つだけでびしょびしょなんですからね、私。はい、次、握手とかもうそのコミュニケーションの一環じゃないですか。でも私たち手汗持ちには気軽にできないんですよね。うん、まあ前だったらね、ボーリングとかに行って倒した時にイエーイとかタッチを求められるんですけど、イエーイって心の中では喜んでるんですけど、なんか完全にタッチできないみたいな、こうできないんですよ、イエーイって。なんかイエーイ、私の手はなんか控えめにこんな感じでやっていましたね。今はこうですけどね、コロナ時代で。はい、次、気持ち悪がられることが嫌ということですね。そうなんですよね、知っては欲しいけど、知っても嫌がられるし、嫌がられそうって思ってしまうんですよね。で、まあなんとか隠したいっていうことですよね。私、この前の動画かなにもあげたんですけど、今から長袖時代が来たら、私は長袖の服で拭きます。もうごまかしてます、隠しながらね、拭いたりしてます。で、それもなんかね、生地とかによってはもっとね、発汗作用があるものがあるんですよね。汗をね、弾く生地、昔セーラー服だったんですけど、セーラー服、中学生の時セーラー服だったのかな、うん、セーラー服の生地はもう水を弾くので、なかなかそういう逆に発汗性はあるみたいな、弾かれると発汗してくるみたいな、まあ、拭けないしって思ってね。あとは生地によってはね、濡れたところが分かるやつとか NG でしたね。はい、そう、気持ち悪がられるのが嫌なんですよね、本当に。これね、言ったことあるか分かんないですけど、社会人になって研修であった出来事なんですけど、発表があってマイクを渡された時ですね。まあ、マイクを渡されて発言するんですけど、発言した後ってマイクを次の人に渡すじゃないですか。で、緊張したら、緊張はもちろん、まあ緊張だけじゃないんですよ、手汗持ちは。普段から手汗かいてるんですね。で、マイクを持ったら必ずマイクに汗がつきますね。で、汗がついたら、もうマイク回す時に次の人ショックだったのが、なんかめちゃめちゃその人に渡った時に、まあ、私が拭けばよかったんですけど、やっぱりどこか隠したい気持ちがあって、濡れたまま渡してしまったんですよ。で、そしたらこの子がなんか自分のハンカチでめちゃめちゃ拭いてて、てか持った瞬間、わーみたいなね、リアクションされたんですよ。まあ嫌がられたってことなんですけど、その子自分のハンカチで拭いてて、あーマジ申し訳ないわ、拭いてから渡せばよかったって思って、まあ、その人が発言して終わった後にごめんねって言ったんですけど、まあ嫌がられたか伝わったか分かんないんですけど、まあ濡れたマイクは
渡さない方がいいですね。まあカラオケとかもそうですよね。うん、最近はねコロナ時代に行ってないですけど、あ、思い出しただけでもう嫌な気分になります。はい、これは病気だということ、汚いと思われても仕方ないけど理解は持ってほしいかなということですね。うん、そうね。だから私みたいに汚いって思われてもこのことを理解してもらうしかないってことですよね。普段の生活を生きやすくするためにもっとこのことが知られて、手汗持ちはね、普段の生活を生きやすく、本当手汗持ちはね、普段の生活をね過ごしやすくしたいですよね。手汗の病気があることも知ってほしい。体質とか緊張してるとか体調悪いとかではなくて、いつも手汗をかいてしまう病気があるということですね。これが一番です。うん、本当にもう本当にこれが本当、緊張でかく人は多いと思うんです。うん、緊張している時手汗かくとか多いと思うんですけど、緊張してない時もかきます。はい、でそれはなんだ、もういつも手汗かいてる状態なんです。なかなか乾いてる時間の方が少ないですね。乾いてる時ってよっぽど寒い、でも寒い時も暖房つけたらかくんですよね。すぐ風に浴びてる時ぐらいですかね、乾いてるの。うん、外で風浴びてる時とか、でも日光が出てたらもう本当に手汗かくので、かいてないことがないです。はい、かいてないことがないということを一番に知っていただきたいですね。はい、少しでも暑いと手が光る。で、あと汗かきイコールいじって OK というのをやめてほしいというご意見もありました。そうですね、私は学生の頃からずっと手汗に悩んでいて、悩んでいるんですけど、やっぱりわベタベタするとか、家族だったらゲームね貸し借りした時とか、あ、もうベタベタする、もう嫌だって普通に言われるんですよ。でそれ、で家族だから傷つかないとかではなくって、やっぱりそれがねずっと蓄積していくんですよ。言われる数に応じてもうなんかどん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 重なっていって、ずっと言われ続けるのがもうストレスになっていくんですよね、本当に。だから汗をかくことをいじるっていうことはあんまりね、あまりいいことではないかなって思いますね。まあこの病気について多くの方にね知っていただければいいなと思っております。はい、でこのことが知られることによって、またね私たちも過ごしやすい毎日が来ると思います。はい、とにかく私は大人になってから結構人に言えるようになりました。高校生まで人には友達にも言えなかったかな。大学生になってから言えるようになりました。ですからね、学生の皆さんで結構悩んでいると思います。筆記用具持つことも嫌になるし、まず授業で教科書に手を置くことも気にするレベルです。それを理解してくれる人が増えれば普段の生活が変わっていくのかなって思いますね。なので今日はね、このことについて理解していただくためにも、たくさんこれからもねいろんなこと発信していきながら知ってもらいたいというね気持ちで発信していこうと思います。はい、ということで今日の動画いいねボタン、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画まで、バイバーイ。光って見えない？見える？ほら真っ赤です。テカテカ真っ赤です。